エメさん、こんにちは。貨幣研究室、ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは、2021年、オルダニーにより発行されました、ニューゴチッククラウンの金貨40グラムの金貨のセットになりますが、これのマットプルーフ金貨についてご紹介したいと思います。こちら、なかなかいい感じでしてね。 あのまた普通のプルーフの金貨とはちょっと違う、なんと言うんでしょう、穏やかな感じの、この、醸し出してると言いますかね、ビクトリア・城の姿がね、非常によく映し出されています。こちらのエリザベス・女王についても、非常に、えー、なんというか、温かみのあると言いますかね。 えー、なかなかプルーフの金貨とはまた違った味わいがあるなという感じがしますで。特に私が気に入っているのはこっちの縦のところなんですけどね。えー、縦は私はプルーフよりもマットの方が好きかもしれないね。えー、これなかなかは非常に美しいです。で、裏はまあ一緒ですね。エザベス城となっております。こうして 2個セットというのはよく考えたなと思います。ね。両方とも、まあ、ニューゴチックとしてね、えー、出すっていうのはすごく、まあ、意義があることだと思いますし、えー、この縦の部分も非常に美しいデザインとなっておりますからね、これはやっぱり持っといていいのかなというふうに思いますね。はい、えー。今回はニューゴチッククラウンのマットの金貨について、えー、ご紹介をいたしました。 また新しく入手しましたら、どんどんご紹介していきたいと思っておりますので、皆さんがね、参考になればというふうに思っております。もちろん何でも買えばいいというわけではありませんから、まあ一番いいのは気に入ったものを持っていくっていうのが一番ですけども、まあ資産運用っていう観点ですが、やはり枚数が少ないもの、人気があるものをね、中心に持っていかれるとよろしいかと思いますね。はい。ではですね、今回の動画は以上にしたいと思います。 ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。